ハンバーグ屋で話すると、うん、エグジって金融危機が当たるらしいですよ。合金層を形成して、はい、そのあのハンバーグって合金層ごと剥がれちゃって、はいはいはい、なので、ハンバーグ安いって現象がありまして、付け話をしましょうねっていう。ちょっとコストを不合に苦手、プラスマイナスを低い苦手。すごい。今日なんかレディットでまだ上げてないんで、レディットに上げて評判が良ければグループ買いをするかもしれないんですけど、ちょっとなんかね不安がいろいろあるんで、品質の不安がたくさんあるんで、ちょっとこれでハンドであったらすごい大変そうだな。ヒロマイクロか、なんか普通言ってるの家電製品だとかそういうのはないんですよ。そうですね。ヒロマイクロまだ売ってた、あ、そう、買おうと思ってたら売り切れちゃってたんだよ。そう、普通にリフローでやりたいな、これは。あ、お持ちなんですか。リフロー、普通にリフローというか、あのトースターのリフローが結構便利なので。あ、そうなんですね。やってますね。へー、トースターでリフロー専用ですよね、他と混ぜないで。混ぜないので、もうその専用で買ってきて、たくさん作るとか。一から作る気がないな。そうでしょうか。これは基本だとやったんですか。それは面白い話。プレートに引っかかってるで、爪が引っかかってるでしょ。それがそうなる力が単純に多分4倍にはなる。あれ64倍か。解析比だ。解析比なので。だから64倍の力が必要なんです。64倍の力に殴れば。これいや取った時はギューって押してガイって取った取れた。乱暴なことでした。これはよく作りましたよね。電池のバネですね。でスピーカー内蔵していて、スイッチが3つなんで1、2、3、4と4つのスイッチ でプロマイクラコンスルー対応です。なるほど。サイドのその3つのスイッチは何、どういう用途で使うんですか。例えばレイヤーにしてしまってなんかこうするとか、まあ、ちょっとファームウェアのキーマップ次第ですけども、使い方次第ですね。ここ1個だけだと動作が本当にオンオフしかできないので、2つ以上にすれば多少はバリエーションが、操作のバリエーションが増えるかなと。複合で使いますね、というような。スイッチがちょっと違うんですよ。フリッキーでもパチンとした感じの。これを求めてるんですか。違うんですね。全然やったことなくて作ったことないんですけど、それじゃあ私もできるものです。自作キーボードを作るっていうのの中に2つ要素があって、物理的に作るっていう、はい、まあ、ハンダ付けをするとか、
はい、そういう作業があるんですけど、その先にコンピューターに認識させるっていうプログラミング的な作業があるんですよ、はい、その時に、まあ、SDK であったりとか、まあ、ファームウェアであったりとか、ちょっと。